こんにちは、ちや金魚です。私の2年間の金魚飼育の振り返り後編でございます。まだ前編をご覧になっていない方はよろしければ概要欄からどうぞ。8月、金魚の季節ど真ん中でございます。我が家のポストに投函されたアクアショップからのあるハガキ、金魚すくい1回無料の文字、行くしかない。何取ればいいんだろう。全然なんかできないイメージがわかんない。まだ端っこでいける。いや、なんか群れに行った方がいいのかな。よいしょ。オッケー。この中から1個のことしない。1つだけ意外にも選んでみた。持ち上げちゃダメだよ。今惜しかった。こうか。ありがとうございました。あ、取れた。取れた。あ、それ何、黄色いの。そんないっぱい入れたら。デメが来たじゃん。デメが来た。でもデメ。なんかもう。デメ。ダメだ。破れちゃった。まだいける。見つけた。デミってよ、デミ。あ、やった。はい、2匹取れたよ。はい。中見せて。2匹取れた。いいですか。いいです。そして我が家にやってきた2匹の子若たちでございます。幼い頃も含めて、いわゆる金魚すくいの金魚、私飼ったことがありませんでした。シンプルがゆえに至高な存在、それが子若という感じです。この頃には室内に水槽を置くスペースがもうなくなっていたので、子若たちはベランダで飼うことにしました。プラスチックケースをアクアリウムショップで購入して、マンションのベランダには電源がないので、ブクブクはソーラーパネルを準備しました。これまでは丸物金魚ばかりを育てていたので、子若は正直かなり気楽に飼育できています。いくらご飯を食べても消化不良にはならないし、葉っぱとか苔があればたくさん食べて、とってもいい糞をしてくれます。すくすくと大きくなってくれて、今ではムッチムチな健康体に成長しました。今は2度目の越冬中です。ここで金魚沼に拍車がかかります。八王子にある吉田観賞魚さんで、ある大特化セールに出会います。60センチ規格水槽、上部フィルター、水槽台のセットがアウトレット品ということもあって、お得に購入ができるというものでした。
この水槽を購入するタイミングではどんな金魚さんをお迎えしようという具体的なイメージは湧いていませんでした。でも水槽があればいつでもお迎えができるし、絶賛金魚沼にはまり中だったので前に進むことしか考えていませんでした。結果水槽セットを2セット購入してしまいました。この水槽セットが現在に至るまで我が家の基本スタイルになります。まず初めに引っ越しをしたのはモネちゃんです。10リットル程度しか入らないメダカ鉢に住んでいたモネちゃんでしたが、これを機に広めの水槽へ移り住むことになりました。またモネちゃんと金魚展示場でもらってきた処分金たちとを混泳させて長物水槽を作りたいなっていうふうに思っていたところでした。混泳してすぐはモネちゃんが追尾するような様子もありましたが、今では喧嘩することなく仲良く過ごしてくれています。ベランダの小垢の船に新しい仲間がやってきました。自宅でビオトープをやっている友人からもらってきた2匹のミックス金魚たちです。モネちゃんとの混泳も考えましたが、屋外のビオトープにいた2匹なので引き続き外で暮らしてもらおうということにしました。尾びれがハート王のようで船色をした子はフナちゃん、白い体色に赤い模様が可愛い子はいちご大福と言います。先住の小赤たち、目黒と目白という名前なんですが、この2匹との相性も良くて4匹みんな仲良く泳いでいます。彼らも今年で2度目の越冬中です。引き続きのお迎えラッシュです。東京墨田区にあるラックスゴールドフィッシュさんからベビーローズ、ハーフムーンオランダ、羽衣オランダのオランダ3兄弟、そして玉錦の1匹をお迎えしました。吉田観賞魚さんで購入した60センチ水槽が1つ空いていたので、オランダ3兄弟は60センチ水槽への導入が決まりました。余っていたアナカリスを入れてみたり、すだれをバックスクリーン代わりにして夏っぽい味のある水槽になりました。玉錦のポンちゃんは45センチ水槽へ導入となりました。前編の動画でほんの少し金魚の混ぜるな危険のお話をしました。産地の違う金魚を同じ水槽で混泳させると、それぞれが持つ菌が悪さをしてしまうよというようなお話なわけなんですけれど、じゃあどうするのがいいんだろうって思いますよね。だって金魚って観賞魚だし、いろいろな子たちが揃って泳いでる姿見たいじゃないですか。混泳ができないだなんて、金魚って面白くないなって考えたことも私実はありました。混ぜるな危険に対して私とね同じように考える人も少なくないんじゃないのかなっていうふうに思います。それでも私個人としては金魚を混ぜずに水槽を別にして飼育をすることが混ぜるな危険に対する一番の解決策なんじゃないのかなっていうふうに考えています。あくまでね私の考えなので、飼い主さんごとの経験則で判断をされるのがいいのかなというのは思います。まあ、こういう話題を出すとね、いやこうすればうまくできるよっていう風にねおっしゃる方もいます。でもまあね、そのためには高い技術とか知識が必要だったり、正直運にも左右されるだろうし、何よりもせっかくねお迎えした子をわざわざ危険にさらしたくないなっていう風に思うので、私の中では
金魚のお迎えイコール水槽立ち上げになっていきました。で、その結果がこれ、南向きのリビングなんですが、日当たりはすべて水槽に献上いたしました。右上がオランダ水槽、右下はジョノちゃん水槽、左上がモネちゃん水槽、左下が玉錦式のポンちゃん水槽です。もっと奥にはウナギの水槽があります。皆さん、これが金魚沼です。今からちょうど1年前、赤いデメキンのアリちゃんとタマコガネのキンちゃんをお迎えしました。袋に入った金魚ちゃんは何度見てもワクワクします。皆さんは冬の金魚のお迎えどう思いますか？私は全然ありかなというふうに思ってます。でも注意点はあるのかなっていうふうにも思います。個人的になんですけれど、特に気を使うのは水温です。お店によって水温ってまちまちですし、自分の家の水槽とも水温が違うことってあると思うんですよね。ヒーターで管理をしていたりだとか、あとはまあ室温管理だけれど、家の作りによって室温って違いますよね。なのでもちろん水温も変わってくると思います。当時の我が家の冬は室温管理をしていまして、リビングにある水槽の水温はだいたい18度から20度くらいでした。一方で金魚屋さんの水温は13度ほど。このまま導入したらちょっとかわいそうかも。というわけで、リビングよりちょっと寒い寝室に仮の容器を用意して1ヶ月くらい様子見をしました。といっても寝室に置いた容器の水温はだいたい16度くらい、リビングよりはまあマシかなという感じでしょうか。アリちゃんとキンちゃんが仮の容器でも元気に泳ぐ姿を確認して、ご飯をあげるために覗き込んでもまあまあ逃げないようになった頃合いを見て、ジョノちゃんとポンちゃんのいる60センチ水槽へ混泳させました。金魚の追加導入、ちょっとね不安もあったんですけれど、ポンちゃん、アリちゃん、キンちゃん、この3匹は同じ金魚屋さんからお迎えしているっていうのと、まあ、ジョノちゃんもね、うちに来て1年半ぐらい経過してだいぶ安定していたので、今回は混泳に挑戦をしてみました。体の小さい金魚たちがうろちょろと混泳する水槽、すっごく可愛かったです。しばらくこの4匹の混泳うまくいっていたんですけれど、春になったところでジョノちゃんに追い星が出まして、ポンちゃんとアリちゃん女の子だったみたいで追いかけ回されてしまいました。それをきっかけにこの4匹の混泳は終わりを告げました。3月暖かくなってきたので、ベランダにビオトープを立ち上げました。おしゃれっぽいビオトープにしたくて、大好きな土着園芸さんの水草の寄せ植えを購入してみました。3種類の水草が植えてありまして、長葉オモダカ、ウォーターバコパ、ミソハギ、この3種類です。メダカ30匹ほどが元気に泳いでおります。ビオトープを泳ぐメダカって不思議といつまでも眺めていられます。とってもおすすめです。和金たちの水槽を立ち上げました。今までは黒いプラスチックの船を使っていましたが、横見ができないのが寂しくて60センチ水槽を購入しました。ベランダなんでね、真上からは日光が入らないので、水槽にすることで側面から日光が入るようになりました。そのおかげで立ち上げすぐはあっという間に青水になってしまっていたんですが、バクテリアが安定してからは透き通った水を維持できるようになりました。心なしか金魚たちの発色がすごくいいんですよね。コアカたちの赤い色もそうなんですが、フナちゃんの茶色、イチゴ大福の白色も
なんだか光り輝くように見えます。私のお気に入りの水槽の一つです。こちらはデメキンのアリちゃんです。60センチ水槽にいましたが、追尾されるのが原因で鉢に引っ越していました。しかしながら、私が妊娠して赤ん坊と過ごす部屋作りの一環として、床に直置きの鉢はさすがに危ないので、水槽への引っ越しが決まりました。アリちゃんは、追尾されていたのもそうなんですが、どうも転覆癖がついてしまったんですよね。少しでもご飯を食べると浮いたりひっくり返ったりしてしまっていて、ご飯のね、管理も一人の方がしやすいので、お一人様で過ごしてもらうことになりました。追尾されることもなくなって、毎日マイペースに暮らしているみたいです。というわけで、私のこれまでの金魚水槽を前編と後編にわたって振り返ってみました。正直なところ、導入に至る前、導入間もなくに亡くなってしまった子たちもいます。動画でね、紹介できていない金魚さんも少なくないです。そういう意味では、今回全てをご紹介はできていませんが、大きな変遷としてはこんな感じでした。金魚飼育を2年間続けてきて考えることは、当然金魚に限らずなんですけれど、生き物を飼育するのには勉強が不可欠だなということです。生き物としての特性を知って、特性に合わせた環境を作ってあげるのがいいんじゃないのかなっていうふうに思っています。金魚で言えば、元はフナで、雑食で何でも食べるので、例えば水槽に水草を入れてみたり、苔が生えてもあえて取り除かないでいたり、市販のカリカリに加えて赤虫を食べさせてみたり、底砂をつつけるように砂利を入れてみたり、できるだけ自然の姿、習性に沿って水槽環境を考えるようにしました。あとは日当たりでしょうか。金魚に限らず、生き物には日光が必要です。もちろん人間にも必要で、何日も外に出ていないとなんだか落ち着かないですよね。世の中には性能の高いライトたくさんあるとは思うんですけれど、本物の太陽の右に出るものってないんじゃないでしょうかね。金魚飼育初心者の私が1年以上金魚を継続して飼えていられるのは、きっと太陽のおかげだろうっていうふうに考えています。季節によって部屋の中の日当たりが違うので、室内の金魚たちに関しては、時期に応じてね、ベランダで日光浴をさせています。金魚飼育を始めたのとほぼ同時に YouTube も始めまして、とっても濃厚な2年間でした。ワクワクする出会いと涙の止まらない別れを繰り返してきましたが、総じて楽しすぎる金魚飼育という感じです。ぜひ皆様にも楽しい金魚飼育、金魚との生活を送っていただきたいなっていうふうに思っております。というわけで、本日の動画はこんな感じです。チャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。バイバーイ。